ダニエルさん、すごいじゃないですか、88万円のアイス。で、いろんな顔をお持ちじゃないですか。はい。すごい有名な、ね、YouTuber でもありますし。で、88万円のアイスの社長さんですよね。そうですね。キワキワな、はい、あのチャンネルやってます。なんですか。もともと新卒で楽天に入って、楽天のスーパーセールとかの総合プロデューサーという形で、いろんな全体の設計とか、ディレクションしてました。M&A バンクサミット in 大阪10月24日木曜日16時か18時まで大阪梅田で開催します。詳しくは概要欄から。はい、皆さんこんにちは。今日はですね、88万円のアイスを売ってる会社の、まあ、社長さんとお届けしたいと思います。結構有名な YouTuber らしいんですよね。というのも、なんかもともとその1ヶ月前ぐらいかな、サムライパートナーズの入江さんの誕生日会にね、お呼ばれして福岡行ってきたんですけど、その時に入江さんが88万円のですね、アイスをプレゼントされてました。88万円です。全部入江さんに食べてもらいます。あ、結構硬いんだ。いや、硬いけど。わあ贅沢の極みです。贅沢の極みでしょう、これ。なのでこの後撮っていきたいと思います。はい、皆さんこんにちは。ダニエルさん、すごいじゃないですか、88万円のアイス。で、いろんな顔をお持ちじゃないですか。はい。すごい有名な、ね、YouTuber でもありますし。で、88万円のアイスの社長さんですよね。そうですね。何者なんですか。ちょっと自己紹介お願いします。はい、ダニエル社長という名前でやってまして、本名大原雅子です。会社2つやってまして、1つはこうウェブ系とか商品とか EC とかのコンサルだったり、 YouTube 系の運用だったり、そういった会社と、2つはもう D2C 系ですね、それこそこのアイス、高級アイス事業だったりとか、他の D2C 系の商品とか、その2社をやってまして、 YouTube のチャンネルもやられてますよね。やってます。はい。ぜひちょっと概要欄貼ってるんで、かなり攻めた内容。そうですね。ですけど、めちゃくちゃ勉強になりますね。ありがとうございます。何個かチャンネルやってますね。そうですね。はい。一つ、ダニエル社長の週刊ニュースっていうのが、まあ、13万人ぐらいで、もう一つはサブチャンネルで5万人ぐらいなんですけども、まあ、結構政治とか、時事ネタとか、ちょっとなんか逮捕された人呼んだりとか、結構、まあ、キワキワな、はい、あのチャンネルやってます。なんですね。でも、元々は超エリートで、楽天にいて、バリバリやってたんですね。そうですね。元々は新卒で楽天に入って、楽天のスーパーセールとか、総合プロデューサーという形でいろんな全体の設計とかディレクションしてました。あ、そうなんですね。そうです。だから僕、イクモザの理念もやって楽天さんお世話になってるから。そうなんです、ね、スーパーセールめちゃくちゃ売れるんですよ。あ、それを仕掛けてたんですよ。そうです。なるほどね。じゃあちょっといろいろ、本当ちょっとね、ビジネスについて聞いていきたいと思うんですけど、はい、そもそもその88万円のアイスってどうやってできたんですか。僕自身も EC のコンサルとかいろんな会社さん、もういろんなジャンル見てきたんですよ、商品。なるほど。で、こんぐらい広告かけて、こんぐらい予算かけてとか、まあいろんなデータってもう全部あるじゃないですか。ってなった時に、自分で、自社で何か商品をやりたいなって思ったんですね、まず。で、そうなった時に、もうそういういろんなこう、ジャンルのいろんなデータを見てきて、その延長線だとつまんないなと思ったんですよ。こんぐらい広告かけてこんぐらい売れるだろうとか、大体の予測とかつくじゃないですか。もっとなんか突きつけたものをやりたいなっていうのがあったんですね。で、それでいろいろ考えついた結果、どういう仕掛けにしようかなと思った時に、まあ最終的に行き着いたっていうところですね。ああ、なるほど、はい、高単価で差別化が図れて、ギネスも取れるから権威性もあって話題性もあって、いろいろなんかそれ計算されてるってことですよね。そうですね。最初からもう本当にギネスありきでやろうと思ってまして、日本のこの情勢とかいろいろ見てても、やっぱり安くいいものとか、いかにお得にセールにとか、まあ、特に楽天とかもクーポンセール、それじゃないとやっぱ売れないような感じにもなってきていて、ただその行き着く先って自利品な戦いっていうところがあったんで、まあ、僕の目指してるところは日本の LVMH じゃないんですけども、はいはいはい、まあ本当にこう高級バッグとかシャンパンとか、まあ、そういうものをもう日本初で高単価で、むしろ商売の対象としてはまあ富裕層だったり海外の人だったり、そういうブランドっていうのをやりたいなっていうのが根本にもあったんですね。なるほど、はい、メイドインジャパンだったら海外のマーケットにもね行けるしっていうことですよね。そうですね。事例として僕の知り合いのコンサルが関わってたらなんか見つけるか分かんないんですけど、福島の方で高級なパウンドケーキがギネス取ったっていう事例がちょっと何年か前にあったんです。
ですよ、うんはい、でそれ一つもうめちゃめちゃ高い糖度の高い桃を使ったパウンドケーキかなんかでそれ1個8万か7万ぐらいですよパウンドケーキが、うん、でそれでギネスを取ったらいろんなテレビ局とか来て広告交換だったりとかそこからチェーン展開が決まったりみたいなものを聞いていて、うん、あこれギネス世界記録取ったブランディングとかマーケティングってあまり事例もないけど、うん、でもこんなちっちゃな福島のケーキ屋さんが事例があってあこれ絶対いけると思って、うん、でそっからいろいろ考えてっていう感じです、うん、なるほどじゃあもうこれ見てる人であれちょっとうちの商品開発とかいやうちのコンソールやってほしいっていう人がいるかもしれないんでもうその人も早速概要欄のダネさんの X フォロー、はい、メッセージですよねそうですねあの、はい、X もちょっと際どい内容を攻めてるんで普通にメール問い合わせとかでも全然大丈夫ですけどパッと見に、はい、EC コンサルってわからないってことですよねそうそうですねちなみにその88万円のアイスっていつから販売して、まあ、正直どれくらいの反響なのかちょっと教えてほしいんですけどそうですね販売自体はですね昨年の、まあ、4月から本格的にギネスを取った4月から本格的にやって今1年と4ヶ月ぐらいですね、うん、明確な金額とかはあれなんですけども、まあ、180個ぐらい卸とか EC とかで出てまして、まあ、ここからいろんなホテルとかキャバクラとかホストクラブとかにも卸してるんですけどもっともっと展開していくっていうのがもう本当にドベンチャーというかカレー行くぞみたいなタイミングですね、はい、あれめちゃくちゃ YouTuber とかそれこそ夜のお店とか贈答品経営者の贈答品とかに喜ばれませんそうですねあのですよね直近でも多分伊江さんの誕生日とかでしたっけ動画見させていただいたんですけど結構盛り上がってるなあとはこう YouTuber の方とか本当にフィッシャーズさんとかも取り上げていただいたんですけど、うん、もう完全に個人で購入いただいてもう動画にしてもらうっていう感じなので何も依頼も報告もしてなくて勝手に買っていただいてっていう感じですなるほどっすね、はい、今夏じゃないですか、はい、あちょっと暑いなと思って、はい、アイス食べたいないやまさかねでも80分の1万円さすがに日焼けさせいや、食べますいいですか一応なしでデータの動画を回してきていいスイーツ、はい、しゃこちらですやばっ88万円の白夜っていうシルトリーアイスと、はい、ドンペリアイス15万円ですね88万円と15万円こっちが現世界記録でこっちが15万円ですこれ真ん中のが酒粕になってまして、はい、震えるなちょっと時間を置いた方がいい、そうですね。はい。一応これプロテインアイスっていう感じでプロテインが利用してるんで、うん、生餅というか最初固めなんで4分5分ぐらい置いて後に食べると一番いいかな。なるほど。食べようとしたら冷凍庫持っていくじゃないですよね。食べさせてじゃあちょっとこれ溶けるまでに楽天出身っていう話じゃないですか、はいはい、これを聞きたくて、まあ、結構経営者の方が言ってるチャンネルなんで、はいはい、楽天の三木谷さん中から見てどういう経営者だったんですか結構ワンマンとかよく言われるじゃないですか、うん、マジでワンマンちゃワンマンでなるほどね今日中にこれやってとかを社長自ら見て、うん、メールとかしてくるんですよあそうなんですかそうなんですよあそんなとこまで見てるんだみたいなところをやっぱり見てもワンマンで支持してきたりとかも全然あるんで、まあ、かといってその結構社員の意見を拾うっちゃ拾うんですよ楽天とかでその毎月のミーティングとか朝会みたいなものあるんですけどもなんか意見あったら俺にメールしてきていいよみたいなダイレクトにそうです割と数万人もいる企業じゃないですか、うん、で僕があの熊本地震とかが起きた時に熊本地震勝手応援企画みたいなの思いついて、うん、プロデューサーだったんでこれやりませんかねでこれ全部もうゴーしていただけるならもうこっちで全部まとめてリリースするんでみたいなのを試しに送ってみたら5分後ぐらいにメール来て、うん、いいよやれ、でもその EC 系の担当役員に入れて、うん、いいよやれお前任せるから、あと全部予算とか含めてもうやっていいよみたいな、うん、なので結構あすごいなと思ってそんなところまで一社員のあれまで見てるんだみたいな、うん、そういうのがありましたねなるほど、それちょっと嬉しいですね嬉しいです、はいなんかその公用語を英語にするみたいな彼ら英語ってあるじゃないですか今もそうなんですか今もそうですね日本人同士で業務の中でまあ普通に日本語なんですけども公の場ですねミーティングとかメールとかそういうのは基本英語で行きましょうっていうのがあってああじゃあ メールもそうなんですねそうですね個人間で適当なメールとかあれですけども部署を与えたメールとか割とちゃんとしたミーティングは基本的に英語で行きましょうっていう感じなんでまあ資料とかも本当に英語で
準備して、人によってはこうメモとかもしながら英語で発表してみたいなのは、まあ、割とあります、ね、なるほど、うん、経済チャンネルもやられてるじゃないですか、はいはい、だから客観的に世の中を俯瞰してみるのはやっぱ避けてると思うんですよ、はい、あのダニエルさんが楽天の中にいて三木谷社長を客観的に見たときにどういう経営者だと思うんですか、どういうところが優れてて、どういうところがマイナスっていう、はい、まあ、マイナスかわからないですけど、はいはいはい、やりきるとかそういう力はやっぱすごいなと思ってまして、まあ、例えば楽天モバイルとか僕が辞めた後に始めたものですけども、あれをやろうっていうこと自体普通の経営者ってやっぱ考えられないじゃないですか、まあ、そんな参入商品の高いもの、でもやって、まあ、厳しい状況みたいなのは結構あると思いますけども、それも踏まえてあれだけこうゴリゴリやっていくって結構やりきる力すごく強いなみたいな、そういうのがありますね。欠点というか、そこら辺で言うと、やっぱりこう、ある意味、トップダウン、軍隊式みたいなところがやっぱり楽天全体としてあるんで、まあ、社員の自発性で何かが生まれるとかは、まあ、あんまりこう、起きにくいかな。まあ、なので、そこら辺はちょっと、一長一短じゃないですけども、めちゃめちゃ、これ行くぞ、ドンっていう力と、自発的なものっていうのは抑えつつ、もうこれ行くぞ、これ、みたいな。まあ、そこの違いというか、なるほど。メリット、デメリットみたいなところがあれば。そこでは難しいですね。例えば、その海外のイーロン・マスクなんて、超スーパーワンマンじゃないですか。うん、働いてる側からすると、俺らの意見を汲み取ってほしいってあるけど、うん、強いワンマンしてくれた方が早かったりするし。そうですね。なるほど。はい、だから、外から見られてる誤解とかもあるんですか？こういうふうに外からなんか X とかで見られるけど、実際中から見ると違うよみたいなのってあったりするんですか？いや、でも、割と一緒なんじゃないですかね。でもなんか、かわいそうだなと思うのは、掃除とかするんですよ。三木谷さん、毎週月曜日とかに。自分のデスクとかを掃除して、自分でローラーかけて、机の下まで、椅子の下まで拭いてみたいにやってるんですけど、なんかそれを三木谷さんが X とかに投稿すると、なんかめっちゃ叩かれるみたいな。何見せつけてんのみたいな。うん、そこら辺はちょっとかわいそうだなと思って。あ、なるほどね。綺麗好きなのに。そうです。ああ、いや、面白い。アイスもいい感じに。はい。じゃあ、アイス食べますか。はい。じゃあ、88万円の方から。で、そこにこれ、白トリュフオイル、これをかけるんですよね。わー、見た。あ、先に言っとくんですけど、はい、別に食レポとか仕事してないんで、はい、冷え性って多分普通だと思う。あ、大丈夫です。結構多分。普通よ、でもこれすごい。これ、こんな感じで。めちゃめちゃもう、意見が分かれるんで、素直に言っていただいて、うん、酒好きだったら、めっちゃ、おー、これいいわってなると思います。マジっすか？はい。白トリュフです。これやしよ、こんな感じになった。こんな感じ。いただきます。これね、これ5万円ぐらいいいっすか。はい。あ、おいしい。普通だ。普通だ。そりゃそうだ。そりゃそうだ。いや、なんか料理っすよね。料理なんですよ。はい。で、お酒に合う、これ。そうっす。監修してるシェフの方がフュージョン料理の出身の方で、うん、フュージョンというか酒粕と白トリュフとチーズと。お酒欲しくなる？白ワインとかね。はい。緊張しますね。ドンペリもいきますか。いいっすか。15万円の方も。はい、これはドンペリをジュレにしてまして、うん、で、その中にわらび餅とか、はい、あとは桜のチップとか、いちごのソースとかも混じってまして、うん、ちょっと春系のアイスです。おー、これもこれも。あ、多分これあれですね。テレビショッピングでもなんか売れそうですね。やってて思った。はい。うん、おいしい。もう美味しい。そりゃそうだ。確かにお酒好き、うん、料理、こっちは確かにもうデザートって感じですね。うん、これほんと女性がめっちゃ人気で。うん、だと思う。キャバ嬢とかはすごく好きですよ。キャバ嬢の誕生日プレゼントとかめちゃくちゃ喜ばそう。はい、実際そうですか？いや、実際そうですね。結構、インスタのストーリーとか、そっち系でもキャバ嬢の人とか。なので、キャバ嬢プレゼントはめっちゃいいと思います。だから、キャバ嬢にハマってる経営者の皆さん。これ、大門貼ってますから。ってことっすよね。そうっす。いやー、すごいっすね。88万円のやつ。ぜひね、ちょっと興味ある方はね、大門貼ってますので、まずチェックしてみてください。まず、インスタフォローからですかね。そうですね。はい。これからの EC ってどうなんですかね。
なんかどんどん広告が突き詰められすぎて、うん、本当にいいもの以外はもう地理品の戦いになって消滅していくんじゃないかなっていうのを感じてまして。なるほど、うん、ギネス効果って実際あるんですか？めちゃめちゃありましたね。へー、うち今現在でかけてるウェブの広告って本当にもうほぼないんですよ。あ、そうなんだ。月にかけてる広告費、うん、ゼロなんですよ。あ、そうなんだ。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A そして IPO を勉強しませんか？将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。